はい、お晩でございます。森怪獣チャンネルへようこそ。森の主の怪獣でございます。よろしくお願いいたします。パートグラセフパート8やっていきたいと思います。今日日曜日なので、昨日の動画28分ぐらいだったんで、まず訂正、カプリコットさんじゃなかったですね。カプリコットさんじゃなくて、なんて言ったっけ、なんか三毛猫っていう意味らしいんで、なんちゃらキャットさんだったらしい。カプリコットってごめんなさい、間違えました。でも昨日遊んでくれたカプリコットさん、ありがとうございました。一応奥様もいるんですけど、今日ちょっとまあお疲れなので、若干今日は短めの動画にしようかな。いつもは再生画面の方から、はい、再生画面じゃない、初期の動画の方から入ってるんで、ロード中のとこから始まるんですけど、今日レベル上げ今してたんで、この最初からこの画面です。前頭の3に乗っております。若干ね、明日から仕事なんでうつ病に入ってますけど、まあ週末ちょっと楽しかったんでね、なんともまあまあ。そして晩ご飯に天丼を私作ったんですけど、奥様の分も作ったんですけど、まあ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 、見事にちょっと脂っこくてですね、胸焼けをしております。ね、その豚汁がすごい美味しかったよね。豚汁がすごく美味しかった。いつも話に出てくる会社の同僚、おっと今いい人がいたんじゃない、奥さんに今日ナンパやめます。あ、この人この間もいたよね。奥さんがいないと聞けって。そうそうそう。うん、いつもお話に出てくる会社の同期のやつにですね、同期のやつって言ったら、これ同期の方にですね、豚汁を持っていったら美味しかったって LINE が入ったんで、ちょっと嬉しかったんですけど、まあ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 、まあ、基本的には料理がちょっと趣味なので、いつかはですね、グラセフ以外に料理の動画もあげたいなって実は思ってるんですよ。あと、それとですね、ぶつかっちゃった。それとですね、チャンネル数、チャンネル登録が2のままなんですけど、再生回数がですね、やっぱ20とか30ぐらいの単位なんですけど、伸びてまして、すごいありがとうございます。なんか、感謝いたします。自分で楽しいと思ってる動画をなんか見てくれてると思うと、なんかちょっとすごく嬉しくて、本当にありがとうございます。そしてチャンネル登録もしよかったらしてください。なんかチャンネル登録してもなんか全然あれなんですよ、お金かかるとか全然あれなんで、なんかね、ほら、私がヒカキンさんみたいに有名になったら すごいなと思ってるんですけど、まあないとは思いますが、その中の一人って本当に いつかなんかそのね、何言ってるのか分かんないけど、とりあえずなんかチャンネル登録してもらえたらすごいありがとうございます。嬉しいので、もしよかったらポチッと一発押してください。お願いします。ヒカキンさんとかね、ああいうのを見るとなんか終わりぐらいにここのボタンを押してくれればチャンネル登録になりますよ。なんかああいう技術ってすごいよね。あるんだ。うん。なんかでも、まあそこまでちょっとわかんないんで、まあ、はい、そのうちやっていきたいなと。まあグラセフばっかりやってるんでね、なんか違うゲームとかもやれたらいいなと思って。一応奥様の方には、他のやつは何がいいのか。メーカー側で何が動画配信していいのかっていうのをちょっと調べてと言ってるんで、もしかしたらなんかやりたいなと思ってます。それで今日何にしようかな。レベル60になったんですよ。レベル60になったんで、グレネードランチャーが買えるので、ちょっととりあえず買いに行きましょうかね。で、
街中に、あ、近くに武器屋さんあるね。武器屋さんが何軒かあるんで、そこにまず行ってる、武器をグレネードランチャーを買いに行きましょう。あの、これ警察の手配がついてる時に武器屋さんに入ったことってありますか？あったらどうなるか知ってます？ちょっと試し、あ、まあとりあえず今普通に買い物しに行ってから一回ちょっと試してみます。あの、面白いですよ。風雷の試練って皆さんご存知ですかね。風雷の試練で、一つのフロアにですね、風雷の試練では一つのフロアにあるかないか分かんないんですけど、お店があったりするんですよ。で、そこの店長さんって万引きとかしたら超怖くなるんです。で、そう、おかげでどうやっても倒せないの。そうなんだ。あの、フェイの最終問題って言って100回まで行くやつがあって、私それクリアしたことがあるんですけど、ずっと追っかけてくる。そうそう、ずっと追っかけてきて、あの、レベル最高が多分75なんですけど、そのレベル75でも全然倒せないですよね。で、このおっさん、武器屋の店主です。で、グレネードランチャーが買えるようになったんで、これですね。違う、これ。でも3万もするよ。まあとりあえず買う。買いました。これは移動だよね。使ったことがないから分かんないんですけど、ただもうなんか満帆なのかな。あ、10発持ってるんだね。あ、これちなみにロケランですね。なんかこれ多分バグだと思うんですけど、あの、ちょっと前までレベル上げでサバイバルをやってたんで、そのサバイバルの時に手に入れた武器が通常の時にも使えたりするんですよね。だからちょっとレベル100にはないと持てないんですけど、今は持てていないかもしれない。ちょっと試してみます。ちなみに、手配をじゃあ上げるんで、とりあえず、コンピューターの皆さん申し訳ありませんが、なくなってください。まあこういう感じで、あの、殺傷をすると手配路が右上につくと思うんですよね。今1なんで、まあこれがもうもっと大暴れをしまくると星4とかになって星5とかになってもスワットとかが来るんですよ。で、この状態で入ると、あ、今でもちょっと点滅になっちゃったからダメな。ちょっともう一回、なんかすごい、なんかファッキンなんちゃらって言ってたよね。やばいでしょ。点滅状態じゃなくて、この普通の星状態で入ると、うん、ああ、ダメだ。やっぱここに入ると点滅状態になっちゃうんだ。やっぱ警官をちょっと一発二発やっとかないとまずい、ね。ちょっとせっかくからグレネードランチャー使って、グレネードランチャーってどうやって使うの？あ、すげえ。うわー、すげえ。すげえ、なんか強い。一気に3になった。じゃあこの状態でせっかくなんで入ってみましょう。入るとですね、こうね、この人、恐る人よりも撃たれちゃうんですよ。ね、あの、その風雷の試練の店長を彷彿させるこの怒りっぷり。あの、これやった時にその風雷の試練を思い出したんですよね。で、こう星が消えると、すげえ雨降ってね、いい親父に変わるんですよ。これちょっと面白いよね。これちょっと面白いから、まあ、ここ多分私が亡くなった後でございます。まあ、はい、以上ですかね。まあ、こんな紹介をしつつ、今10分ぐらいかな。どうする？今日やめる？やめない？もうちょいやる？ちょっとやめない。ちょうどいいとこというか、今日は何もやってないよね。風雷の試練の話しかしてないよね。あの、その職場の同期の人が、あの、風雷の試練をもともとやっていて、その人の影響でやったんですけど、まあ面白いですよね。初代風雷の試練が多分一番面白いかな。
どうなの、フライの試練とか流したらまずい、ね、調べてみようか、うん、よろしくお願いします。とりあえず昨日の動画は面白かったですね。カプリコットさん違うけど名前、なんだろう、ちょっと奥様今調べれる、うん、うん、CALICOCAT でなんちゃらキャット、 CALICO、 CO、 あとキャットですね、 CAT だからキャットですね。あ、一人抜きました。あれ振るとドリフトができしやすいから、三毛猫なんて読むんだろうそれ。キャリコキャットさん、キャリコキャットさん、キャリコキャットさん、ありがとうございます。昨日遊んでいただきまして、多分坊ちゃんの人だと思うんですけど、まあこの YouTube の動画が有名になったら、もし貸したら会えるかもしれないですね。有名になりたいのか有名になりたいのかよくわからんけど、うん、まあ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 やっていけばね、気長にやっていけば多分なんだろう、いいんじゃないと思ったりするんですよね。楽しめればいいんじゃないのって思ったりするんですよ。ここに人がいるよね。ほら、ケンジさん、ケンジネットさん、ケンジネットさんレベル何だろう、他の人の方いいね。ケンジネットさんレベル74、うん、近い近い。ご挨拶、やっぱスーツ着てる人ってかっこいいよね。スーツに変えようかな。そうそう、レベルも上がってしまう。挨拶してくれるかな、ケンジさん。あれ、もし倒す、やらかす、いやー、やらかさないですよ。昨日のもうアキドブリでも開けましたから、ストレス変わりで超面白いゲームだって思いましたからね。ケンジさんは挨拶してくれなかったっす、寂しいっす。ああ、なんかブツブツ言ってる？大丈夫。大丈夫。なんかブツブツ聞こえるんじゃない？大丈夫。あ、なんかハマってる、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 ハマってる。どこを？わあ。なんかあれでしょ。奥様、あのちょっとやる前にですね。あの今日俺疲れてからちょっと話してって言ったから、多分いっぱい話してくれてるんでしょ。いや大丈夫、ありがたい。抜け出せないから抜け出せない。今日の目的はどうするか。今日の目的、グレネードランチャーを買ったってことでいいってことですよ。13分くらいだったし、じゃあちょっと練習で、あの昨日ちょっとそのプレイヤーキルっていうのができなかったんで、はいはい、ちょっと人殺しのテクニックを少し譲って上げていければなって若干自分で思ってるんですよ。で、デスマッチっていうのがそのジョブの中にあるので、はい、ちょっと一回じゃあデスマッチを今日やりましょう。はい、はい、あ、誰もいないって寂しいね。やめよう、とりあえずやめよう。決めます。ちょっとジョブに入れるまで一回切りますね。はい、再開しました、森怪獣チャンネルでございます。ですね、さっきから何回もやってるんですけど、今日当たりが悪いですね。全然できないので、今日はここまでにしたいなと思います。次回はじゃあちょっとデスマッチをやりたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。森怪獣チャンネル怪獣でした。奥様ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。